じゃあトイレは何もなかったよな多分。入れない感じですね。トイレは違う。俺だけ開けれんのドア。いやなんかあるん。ラグとかの話。ラグかな。OP とか関係あるかな。ない。物壊したりするのは制限できるけど。でもみんなアドベンチャーやからな。どっちにしようかもしれない。開けれる人もんのか。ラグ開けれるよ。ラグかな。でも俺から見たら開いてるように見えへんな。いのに。じゃあ僕ドア透けてる今。うん、透けてる。俺怖っ。俺死んだの。怖っ。俺普通に通れんだよ、これ。怖っ、怖っ、ちょ待って。ラグかな、多分な。怪奇現象。もうこの時点でちょっと怖い。カイさん今いる？カイさん。ああ、まだ。サバいる？いないね。あ、いない。ちょっと VPN つないで。ほいほい。何やろかわからんけど、ほいほいっていうやつ。あとで何かあるかな。うん。ちょっと、どうしよう。ちょっとじゃあ、あの客室で、まと、解散。え、何？お、骨地に入れた。ちょうだいちょうだい。ここのボタンです。あ、もうここ開いてるやん。すげえ。あ、ボタン。骨、実際被験者ってでしょ。ああ。スポーンをこうかみ。多分、俺、あれだ、持ってると神に殺されそう。あ、これ、お風呂。の、犬じゃないと思うんやけどな。はい。うん。まあ、入れるよ、ここが入れるようになったのね。これ、スポーン狼持ってんけどさ。うん。スポーンエッグあんねんけど、これ出すべきかな。犬の餌か。出したらなんか。なんすか、これ。出してみる？犬の骨って言うんですか？犬の骨。あ、犬を知ってるような骨。このあの、なんていうん、スポーンエッグ。とりあえず骨であげよう。スポーンエッグが出た。え、出すで。スポーンエッグで。じゃあ出すで。はい。オッケー。はい。普通かい。ワン。おー。オッケー。これナスさん。ナスさんの。こう懐かした。こう。え、これ、他誰かスポーンエッグ持ってない？持ってないですね。持ってないです。じゃあ何やろ、俺だっけ。イエスイエス。あ、中国うるさいな、外。ワンコ帰るぞ。外うるさいの？工事。犬飼ってんのに、うちで。あれ、ワンコは？おぉ。ワンコ？え？あ、おるわ、俺の。あ、いたいたいた。まだなんか、怖い要素全然ないからさ、それが逆に怖い。ああ、そういうのもある。何来るかわかんないからね。でもこれ、大ステリハウスじゃなかった？ああ、それもそうか。え、ホラゲこれ。多分。いや、謎解いてあった。謎解きゲーだと思う。謎解きゲー？ホラーじゃない。俺ら、ホラーやと思って、そうそうそう、出るからさ。かわいでたけど、まさかのそういう系。あ、帰ってきた。お帰り。あ、生贄になって、生贄になってんか。あはは、いあ、お疲れです。殴ってくれ。殴ってくれ。あ、死んだ。終わったんじゃないこれ。ちょっと、このワンちゃん生贄にしたらいけんじゃね？あ、うわぁ、残酷。ちゃうんかな？そういうクリアじゃない？でもこれ一人でも解けるように作られてんのやろ？じゃあこのワンちゃんは、ワンちゃんはちょっと、あ、カイさんもこっちおっていいよ。ドアの前。ワンちゃん行くんじゃない？ワンちゃん来い。あ、じゃあな、ワンコ。行け！よし！ギュフンっつってる。ごめんよ、ワンちゃん。ああ、いい。心が痛い。無音の部屋。どんなら死ぬ？うわぁ！うわ、音立てたら死んでしまうよ。あ、ちょっと待って。俺がやる。犬。待って待って、犬。俺ら二人だけ。閉まってる。あ、閉まってない。閉まってない？よかった。うん、大丈夫。とかここ音を立てたらダメって。じゃあもうスニーク。それのあれ、上の階にあらないの。あー、なんか怖い。ちょっと待っとくわ。みんな池は帰ってるよ。ちょっと待って、うわー。じゃあちょ、この無音な僕のスキンやばい。僕のスキン人じゃない。待って、ちょ、全員まだあるか。そのしニャイトさんの顔が一番怖いっていうな。この真っ白真っ白化けやもん。しかも来ちゃってね。もう出さすぎるよ、これ。
まこったさ。いや、よくよくなんかおにぎりっていじられてるよね。おにぎり。ごまかこの顔みたいな。あれ？え？たふうさん、ここ踏んでみて、青いところ。まさか。まさか。いや、それは、それで開いたんよ。あ、そうそうそう。なるほど。だからもう、多分こっちでいいんじゃないかな。あの、トイレの必要性が今のところ全くないけど。ね。そう、トイレの必要性が全くない。じゃあもう、ラストボス。ここからもう、ちょっとあの、トイレの神様出てきて。確かに。じゃあ、ちょっと全員スニークして。スニーク。で、あの、シフト、上とかになんかあるか。あーあ、うまい。なんでや。どうすればいい。どうすればいい。今言いかけてたんだけど。お。このエンダーアイを投げてしまいそうで怖い。あー。投げるの投げあ、でもダメか。あ、ちょっと待って、スニーク、スニーク。なんかどっか入れんねやろ。スニークでいっていけるんかな、これ。ワンチャン、ジビも。いける、いける、いける、いける。いける？じゃあ、不死身だ。これあれやんな、一人やらかすと、全員死ぬっていう、この。僕ちょっと逃げとこう。ちょっと待って。なんかある、なんかある、なんかある。いやいやいや。でも、開いてない、これ。部屋の外に行ったら、でも僕、開いてない、開いてない。お前な。飼育室？え、ワンコいるんかったんじゃね？え、なにこれ？飼育室住んでた感じ？いや、でもなんか、俺はまだ死んでいない。まだ死んでいない。あれやな。なんていうんかな。多分、まだそこ行っても多分意味ないかもしれへんな。道多分ピストンドアっぽいもんあってんけど、まだ塞がってるから、かもう一個奥の部屋あったやろ。そこ行ってみよう。ちょっと落ち、はい。赤井さん。っていうのあったらちょっと遅い。早い、早いよ。僕が遅いのか。僕ら遠いもんね、リポップ地点は。そうやな。どっち？ここ何？待って、こっちにもなんか部屋あんねんな。封印部屋、封印部屋があるで。うわ、びっくりした。あれ？あ、ここがさっきのところ2階に繋がってる。ね、見て見て。こっちの廊下の電気が消えたんだけど。え？ほら。あ、あかん、やめて。ダメ。帰ろ、帰ろ、帰ろ。怖い。でも、え、でもこれホラゲちゃうんやろ？うん。近づくと消えるんやな。いきなりと。どうしよう、じゃあもう、あれ。目玉の部屋。目玉。目玉親父。目玉？え？目玉の部屋。怖いんだけど、え、ここにエンダーパール投げるとか？ああ。あ、ここにエンダーアイ入れろってことやろ、これ。あー。これじゃあ1個挿入しとくで。オッケーオッケー。はい。あ、なんかピス動いたな。多分、そういうことやろ。おー、来たか。じゃあ、あと2個、エンダーアイがどっかあるって話やな。多分。うんうん。これなんて書いてる？なしとき。この下第2研究室。行くんや。行くんや。第1研究室になんかあるってなんか言ってたな。なんか鍵が。なんかあったような気がする。うん。なんか、え、どう？パリスさん。ちょ、俺も行くわ。え？じゃあ、ドールメーカーにしようかな。あー、これは。うん、どうした？なんかいっぱいあるけどね。え、なんかボタンあんねんけど、なんやこれ。あ、不気味な目玉一つ発見しました。目玉一つあった？はい。さっきのとこ、授けます。あれ、どこだっけ？亀に目玉を捧げよう。あと一個、あと一個。オッケー、あと一個ね。俺の視点に誰もおらんっていうな。今全員単独行動中じゃない？ニャイトさんなんか俺の近くに置いてない？上かな、俺。上かも。なんかいっぱいある。急に効果音が。うわ、びっくりした。それの方が怖い。あとなんかある？どこ行ってない？このレバーいっぱいのとこ入った？あ、目玉あったで。嘘、はい。もうこれで3つ集まったんちゃう？集まった集まった。集まったよな。どこやったっけ？目玉の部屋。おめめの部屋。です。うわ、びっくりした。おめめの部屋。おめめ挿入。挿入。え？なんか開いた。エンダーマンエンダーポータルの音を
パリスさんの近くで刺せたって感じ。あそこ入らん方がいい、多分何もないんだけど、なんか部屋あってんけど、なんかボタン押しても何もならんかった。いやでもなんかあるかもしれない。この間に奇妙な。ちょっと行ってきます。そんな持ち物で大丈夫か。見えないやつは水が好き、水があれば出てくる。大丈夫か。ウリー、なんか怖いね。何、なんかようわからん空間がありました。え、みんな下降りた？僕降りてるよ。でこのボタン押してもさ、何もならんかったんですよ。でしゃしゃなし、昇進。今日なんで日本に帰ったのか。バケツかなんかってありますか、ね、アリスインワンザーランド見たかった。あ、でも2週間後に帰るか。でもこれあれやんな、多分。ちょっと待ってな、バケツ後に2杯やったら上上がれる。おお、頑張れ。ゴー。おお、すごい、ナイス。残念だったな。残念だったな。落ちない。あー、ちょっと何してんの。焼きおにぎりになった。焼きおにぎり。これはどうなんかな。ここのベッドに寝たら間違いやな。だるいだるいだるい。じゃああと行ってへんとこある？このベッドから装飾ですよ。あんまりな、寝といた方がいいんじゃねとか思ったけど。他になんか、じゃあでもピストン動いた音したもんな。どっか多分、え、ワンって言うたで、今ワンコオンでどっか。お気に入りの汽車にワンコがいるっぽいです。あ、まだ生きてる。あいつ強っ。でも俺んとこに TP してきょうらんな。透明、うん、幽霊やったら怖っ。ああ、怖い。ここで防具エンジャンとしたい。一回じゃあ、あのスニークしていかなあかんところ見てみるわ。 OK。 あれ、みんな死んだの？僕わざわざ来たの？もう一回？あ、開いてる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 。中になんかある？あの、スニークしていかなあかんとか。ああ、なんか水風呂に続いてるけど、え、めっちゃむずないこれ。あ、なんかでも、これね。スポンジ部屋みたいなとこ来た。おお？なんやろな、これ。ちょっと。ちょっと待ってね。何かの血液を手に入れた。何か？うん、何かの血液、何かは分からん。これスニークしていかなきゃダメ、この人。うん、どうかな。俺は一応スニークしてきた。僕も、います。